雪合戦を描いたフレスコが子供たちの雪合戦雪合戦とは雪を丸めて投げ合う遊び、ゲームである。日本ではルールを決めてチーム対抗を行われるスポーツ雪合戦もあり、全国組織として日本雪合戦連盟が1993年に結成された。同連盟のルールは中国やカナダ。 北欧諸国でも採用されており、雪合戦の名で海外でも広まっている。雪国の子供たちを中心に遊びとして行われることが多い。雪を握り固めて雪玉を作るには、雪に適度の水分が含まれている必要がある。北海道のように雪が含む液体水分が少ない地域では、握りしめても適当な雪玉を作ることが困難なため、 適度に液体の水分を含ませる必要がある。遊戯として雪を投げ合うことは古くから行われていたものと見られている。日本では少なくとも平安時代より児童の遊戯として行われていた。源氏物語の浮船巻には雪ぶつけについての記述がある。一方、新潟県魚沼市には雪合戦発祥の地の石碑が建てられている。その由来書きによると、 越後守護の一族、上条貞則と越後守護大、長尾溜め影が争った際に、刀折れやもつきても、なお、両者は戦いをやめず、雪を固めて投げ合ったことが由来とされている。1987年に、チーム対抗のニュースポーツとしてアレンジされ、1988年に、北海道総別町で公式ルールが、国際ルールとして制定された。 1989年2月25日に、同庁で第一回昭和新山国際雪合戦が開催され、1993年には日本雪合戦連盟が結成された。昭和新山国際雪合戦は現在でも行われ、他の大会でも国際ルールでの試合が行われるが、新潟県魚沼市の小出国際雪合戦のように、独自ルールを採用している大会もある。また、 雪合戦ではなく、スノーボールバトルという名称で呼ぶ場合もある。総別町の昭和新山国際雪合戦は、北海道遺産の一つに選定された。2019年1月27から28日には、群馬県みなかみ町で、初のアジアカップが開催され、JTB が募集した、中国や台湾、大王国、ベトナム、バングラデシュなどのチームが参加した。 このほか海外から新潟県東日町市では、雪合戦の観光商品化がされるなど、法日外国人の増加をきっかけに雪合戦の開催地は全国へ広がっている。ただ単に雪玉をぶつけ合うだけの単純な遊び方から、世界大会で用いられる国際ルールまで、主々存在する。以下では、日本雪合戦連盟で定められた国際ルール、及びそれに準じた競技ルールを記述する。 2チームに分かれて戦い、敵陣に配置されたフラッグをダッシュ、もしくは敵チームのプレイヤーすべてを雪玉で撃退すれば勝利となる。制限時間内に勝利条件が満たされなかった場合、その時点で残っていたプレイヤーが多い方のチームが勝者。残人数でも決着しない場合は引き分けとなる。以上を1セットとし、2セット選手すれば勝利。フラッグのダッシュで10ポイント。 残人数での決着の場合は人数に応じたポイントを獲得し、そのポイントを競うルール、残人数でも決着しなかった場合はビクトリースローにより決着させるルールなども存在する。サイドライン40メートル、エンドライン10メートルのフィールドで行われ、センターラインを境に自陣、敵陣に分けられる。それぞれの陣地には玉よけとなるシェルターが3つと、 勝敗条件となるフラッグが配置され、センターライン上にもシェルターが設置される。フラッグの後方にはバックラインが引かれる。フォワードは自陣のバックラインにより後ろに下がることはできない。また、敵陣に侵入できる人数は同時に3人まで、どちらかに反した場合は反則となり、セットを失う。各、チーム、プレイヤーが7人と監督が1人、プレイヤーはフォワードが4人と、 バックスが3人で構成される。敵の雪玉に当てられてしまったプレイヤーは失格となり、コートから退場しなければならない。あらかじめ用意された直径約7センチメートルの雪玉90個を用いる。雪玉はバックラインにより、後ろのシェルター後方に置かれるため、フォワードは直接雪玉を補給することはできない。フォワードとバックスが連携することが必要となる。 日本雪かし線連盟では専用の雪玉製造機を発明し、雪玉の準備にこれを当てている。ありがとうございます。